皆さんこんにちは。 HKS GR ヤリスプロジェクトの斉藤です。今日は開発中の機能美を考慮しスタイリングされたドレスアップ空力デバイス HKS プレミアムエアロコンセプト、そしてドライカーボン製エンジンカバー、ヒューズボックスカバーのご紹介をさせていただきます。 HKS プレミアムエアロコンセプトはHKS レーシングスタイルの趣を残し、力強さを表現したエアロパーツとなります。空力解析を行い、デザインされたエアロパーツを装着することで走行安定性の向上を提案いたします。こちらがフロントスポイラーになります。 HKS 歴代タイムアタックマシーンの顔つきを引き継ぎ、力強さを表現いたしました。車両スキャニングデータをもとに設計されており、低圧リム成形法にて成形されているため寸法精度も高く、純正バンパーにぴったりとフィットします。両サイドにはカーボン製バージパネルが装着され、理想的な整流効果をもたらすとともに、さりげなくかつレーシーなカーボン繊維目が高級感を引き立てます。こちらがカナードになります。車両走行中はタイヤハウス内の圧力が高まり、揚力が発生しがちになります。専用設計されたカナードを装着することで気流をコントロール、うまくタイヤハウス内の圧力を下げることでダウンホースを発生させる効果があります。小さいパーツではありますが、走行安定性向上およびドレスアップに最適なアイテムとなります。こちらはサイドスカートです。カナードを介しフロントから流れ込む気流の整流を目的としたカーボン製バージパネルを装着、後方は純正ボディのプレスラインを崩さず力強さを出すため迫力のある形状としました。こちらはリアスポイラーです。車両の左右に分かれて装着するタイプのリアスポイラーになります。純正バンパー形状とのバランスも良く、オーバーサイズのマフラーテールともマッチします。サイド面にはカーボン製バージパネルが装着され、整流およびドレスアップ効果をもたらします。こちらはリアウィングになります。純正ボディの優れた空力性能を残しつつ、他社製品との差別化を考慮した中段ウィングとし、コンセプトである力強さを表現できる GT ウィング風としました。車両側面からハッチに流れ込む風をウィングに流すことによりダウンホースを稼ぎます。またバージパネルを設けることで風をキャッチし、上面を流れる風の圧力低下を防いでいます。カーボン製リアウィングの存在は後続車へ向け十分にアピールできるアイテムです。ダウンフォースとドラッグ、そしてドレスアップとのバランスを考慮した HKS オリジナルエアロキットとなります。今後車両走行確認試験等を行っていく予定です。発売は春を目指しています。続きまして、カーボンエンジンカバー、そしてヒューズボックスカバーのご紹介をさせていただきます。こちらが現在開発中のドライカーボン製エンジンカバーです。違いが分かる大人にドライカーボンをコンセプトに、純正エンジンカバーの置き換えとなるドレスアップパーツです。綾織カーボンを使用することでエンジンルーム内の雰囲気を高級感ある見栄えにアップグレード、純正カバーの裏面に取り付けられている防音材を移植していただくことで純正同等の遮音性能を確保することができます。フロントから取り込んだフレッシュエアはボンネット裏とカバーの間を通過していきます。少しでもターボ冷却効果を高められるよう形状デザインをしています。こちらがドライカーボン製ヒューズボックスカバーです。純正ヒューズボックスにかぶせて使用するドレスアップパーツです。
エンジンカバーと同様に綾織カーボンを使用し、統一性を持たせています。エンジンカバーとヒューズボックスカバーを装着することで、高級感あふれるエンジンルームにカスタマイズすることができます。発売は春を予定しています。エッジケースでは性能、音、そして目でも楽しめるパーツを出していきますので、ぜひご期待ください。